大阪っていうのは随分この賑やかなところでございますが、東京にももちろん賑やかなところあるんですけども、なんかちょっと違いますね。大阪心斎橋筋なんかこう固まってるという感じがいたしましてね、そしてこの庶民的といいますか、ざっくばらんでございますね。大阪の子供なんかでもそうでございます。東京の子供なんかと比べますと随分とこのざっくばらんでございまして、この間も私は信号を待っておりましたら、小学校5年生ぐらいですかね、近鉄の帽子かぶったんがつかつかって寄ってくるのに「ああ三四や」ってね、こういうのは子供らしいですね。ああ三四や、ざっくばらんでございます。東京の子はこういうのはいませんですね。ああ三四や、三四やろお前、お前やざっくばらんすぎるがな、せいせい三四や言うだったら、やったこんなとこいてたって油虫見つけたみたいな、ね、まあ、そういうとこは嬉しいですね。三四や三四や言うだったら子供は喜ぶだけにね、やった三四やこんなとこいてたなあ、三四いつも見てんね、いらっしゃいのやってくれや、やれませんで、信号待ちながらはね、まだテレビでやるさかい見てや言っても、一旦言い出したらなかなか聞かないのでございます。またやるからな言ってもなあ、言ってくれやなあ、ええやんかなあ、いらっしゃいねやってくれやなあ、一回だけ一回だけ頼むわって、信号は青になってもついてくるんですから、後ろからついてきてなあ言ってくれや言いながら、せやからしゃあないから歩きながら、いらっしゃいで言うだったらアホやほっとけっちゅうね、ほんまに。しかしどついたろうか思ってもどつけません。人の子は2発しか あかんで、ちょんちょんなんてなこと。東京でこの間タクシー待っておりました。東京の子供さんは随分と違いますね。おとなしゅうございます。まあめったにあ三種だなんていう人も少ないんですけども、お母さんがですね、子供に見せようと思ったんでしょうね。でね、この人知ってるでしょとこう言ったんです。私を指さしたんです。ほんなら誰なんて言うてね、誰って出てるじゃない、いついつって夜出てるでしょ、バケモンみたいなほっとけと思いましたんですけども、